どうも、モノキトです、一昨日のね、夜中、皆さんアップルの発表会見ましたか？僕は久しぶりにね、ちょっと見てみようかなと思って、つけて3分ぐらいでね、寝落ちしました。以前は毎年ね、この時期になるともうワクワクして朝方までね、もう目を凝らして見ていたんですけれど、もう最近は年を取ったのか、もう起きてられなくなっちゃってね、まあ次の日の朝にまとめてみればいいかみたいなね、そんな感じになってしまいました。もともと僕はパソコンもパワーマック G4 ぐらいからずっと Mac を使っていて、 iPhone も iPhone3G ですね、日本で初の iPhone が発売された時、当時都内にね、住んでいたので、ビッグカメラ有楽町店にね、発売当日徹夜でね、あのキャンプチェアを持参して並んでましたね。で iPhone4 もオーストラリアをふらついてた時に、その時ねちょっとスケボーをすごく練習していて、壮大にずっこけてちょっとね膝が違う方向に曲がってしまって、松葉杖をついていたんですが、まあ、それでもねアップルストアに徹夜で並んでね、発売当日に買って、もうその日はねずっと iPhone4 をねこう一日中撫でてたみたいな程度のアップル信者でした。まあ、なんですが、まあ、ここ最近ね本当に急激にねその熱も、落ちてきてしまって、今使ってる iPhone 7 Plus を最後にね Apple 様へのお布施はね今途絶えているという状況です。で理由はそもそもスマホにそこまで興味がなくなってしまったところですね。もうスマホに何かそこまで何かを求めるってことがなくなってしまって、もうもっぱら最近は Netflix でアニメを見たり、 ABEMATV でアニメを見たり、アニメの声優さんを Wikipedia で調べたりぐらいのもうアニオタ話になってしまうんですけれど、カメラも、まあ、ちょっとしたものをねメモ的に撮るとか、突発的にねなんか面白いことが起きた時にそれを撮ってツイッターに上げるぐらいでしか使ってないんで、最新のね iPhone とか最新のこのスマホみたいなところにそこまで昔ほど興味がなくなってしまったのも大きいですね。まあ、あとそのアップル自体もね、もう事前のねリーク情報がもうダダ漏れで、発表会の内容もねもうまさにその通りのものが出てくるみたいなね、ワクワク感とかサプライズ感みたいなものがねやっぱ昔に比べてちょっとなくなっちゃって、まあ、それだったら頑張ってこう起きてなくても、まあ、次の日に答え合わせみたいな感じで見ればいいかみたいなね、で見るって言ってもまとめサイトを見るぐらいの感じになってしまいました。で僕がね今ずっと使ってるこの iPhone 7 Plus なんですけど、液晶がねバリーンと割れてしまっていて、でアウトカメラもインカメラもその表面のガラスの部分にひびがいっちゃってるんで、まともに写真撮れないんですよね。で操作感はそこまで支障はないんですけど、バッテリーがねかなりへたってきてしまっていて、まあ、そろそろ買い替えかなっていうふうに思っていて、 iPhone 11 の発表ちょっと気にはしていました。で発表からねもう1日経って、もういろんなところでねまとめサイトとかまとめ動画みたいなものが出てるんで、僕の方ではねそこまで詳しくは紹介はしないんですけど、 iPhone 11はやっぱりカメラ推しみたいですね。今はもう他のスマホでは当たり前かもしれないですけど、もうインカメラでね 4K60fps が撮れるんだみたいなところがすごいと思って、でやっとね広角になりましたね、インカメラが。もともと僕は自撮りとかねすごい好きじゃなくて、なるべくなら撮りたくないんですけど、広く撮れるのはいいなと思います。うん、静止画で撮ることはねもうまずないんですけど、うん、あとまあ僕はねこんな基本的にもう常にぼっちなんで広角で一緒にウェーイみたいな感じはもうないんで、はい、であとね耐水機能も上がってるみたいですね。で僕の7プラスも一応防水機能はあるっちゃあるんですけど、割れちゃってるんでねかなりそこは気使ってるんで、うん、ちょっと11いいなみたいな。でねバッテリーが11 Pro の MAX は全機種の 10S MAX より5時間ぐらい伸びてるとかね、もうやばいですよね。そのバッテリーは本当に羨ましい。うん、てなわけで iPhone 11 iPhone 11 Pro
MAX、まあ、どれにしても今使ってる7プラスからすればもう劇的にね、いろんなところが良くなっててどうしようかなとも思ったんですけど、今回は見送ります。なんでかっていうと、僕はさっきもねちょっと話に出たんですけど、まあ、携帯自体をねそこまで多用途に使ってるわけじゃなくて、でカメラもちゃんと撮りたいときは僕カメラで撮りたいんですよね。今ねあの欲しいカメラがあって、また別のモノトークデイリーで話そうかなと思ってるんですけど、現状は今ここの目の前にあるこの NEX5R、まあ、これもねソニーの古い機種ではあるんですけど、これにオールドレンズつけてフルマニュアルでねこう撮るのがすごい好きで、でそういうのはまあインスタとかにも、上げてるんですけれど、まあ、今回その iPhone11 を見送る最大の理由は、タッチ ID ですね。タッチ ID に対応が間に合わなかったっていうところです。今使ってるこの7プラスはタッチ ID なんですけど、やっぱめちゃくちゃ便利なんですよね。ちょっと精度がだいぶ悪くなってきてる部分はあるんですけれど、 10S とかね、これまでのそのフェイス ID だけのねモデルはわざわざ毎回こうつけるたびに顔を持っていかないといけないっていうこの UI がなんか僕はなんかちょっと好きじゃなくて、まあ、いろんな噂サイトもちょこちょこ見てるんですけど、ディスプレイ搭載型のタッチ ID が来年のね2020年につくんじゃないかという話が今出てるみたいなんで、まあ、それを待とうかなと思ってます。あとね 5G にもちょっと対応してないので、まあ、今はまだちょっと時期早々ではあるとは思うんですけれど、あのそんな毎年毎年あの買い替えるものでもスマホってなくなってきてるから、来年の2020年をね待とうかなと思います。というわけで Apple の発表会と iPhone11、あと僕のね、元信者だったっていうお話でした。じゃあ次の、モノトークデイリーでお会いしましょう。ではでは。